おはよう前橋から。皆さんおはようございます。9月8日水曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはから、元気よくお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯木彩香です。次元お疲れ様だったな。栗田寛一です。よろしくお願いします。おはようございます、栗田寛一です。すいません、わかった。おはようございます、私わかるよ。おい、ルパンが好きだから。おい、ルパン、ポチャーン。あのね、次元の声の方がですね、はい、引退です。え、でそうなんですか。変わったんです、昨日アリオンさんからも来てます。え、あた当たっちゃった。いや、栗田寛一だよ俺。アリオンさんのメールをちょっとじゃあ、栗田寛一だよ俺。栗田寛一、あ、そうだよ。じゃあ第一候補、白鵬。惜しい、大塚明夫さん。惜しい惜しい。ルパン超えてません。あ、ルパンの次元大好きの新しい声優さんの大塚さんっていうもの。あー、じゃあ栗田さんではなく、次元ってそうです。私はルパン三世の2代目の声優のモノマネの栗田寛一さんっていう。ね、じゃあひねってひねってひねって、はい、はい、ひねりすぎました。じゃあアリオンさん外れということで。あ、惜しい、怖っ、危な。はい、すいません。当てちゃいけないんですもんね。当てちゃいけないんです。いや、ルパン私一回も見たことないんですよ。そんな人いんの？ここに1名。本当に？じゃあまずちょっとカリオストロの城だけ見てほしいですね。え、ジブリですか？カリオストロの城。あ、カリトットロの城。カリトットロの城。ぜひ見ていただきたいです。わかりました。それはルパンの中の1個の物語ですか？一番あの再放送、再放送って20回ぐらいやってんじゃないですかね。本当ですか？そうなんです。のんちゃんは見てるみたいなのでね。いや、見るでしょ。いや、見るでしょ。そうか。そうですよ。だから私はそのルパンの真似をしてるとおちゃーんみたいな。とおちゃーん。そう、これが本物だと思ってるんで、私はさとしさんの物まねが。じゃあ俺じゃねえよ。ちなみに栗田さん2代目ですからね。1代目はどなたですか？山田さんっていう方がいたんです。あ、山田君。そうです、山田君じゃない。もう死んでるよ。座布団見てる感じ。焦点になっちゃって。そうです。いや、そうですか。あ、残念。じゃあ今日はね、アリオンさん惜しかったということで。惜しいなー、危ねー。さあこの後まだまだモノマネコーナーはありますので、ないです、皆さん楽しみに伝えてください、はい、今日さとしさんです、よろしくお願いします。どうも、こんばんは。こんばんは。こんばんは。さあというわけで、今日のメールのテーマはどうなさいますか？今日半袖です、私。いや、本当ですよ。はい、もう私たち長袖ですよ。寒かったよ。でもさ、負けたくない。まだ夏終わりって認めたくないんだよ、俺は。え、富士山雪降りましたからね。みたいね。初冠雪ですからね。嫌なんだよ。半ズボンはさすがにやめた。なんか小学校に一人いるよねって言ってのんちゃんって言ってたんですけど。いや、足じゃないんだ、足じゃないんだ俺は。いや、同じです、もう。今日ね、9月8日じゃないですか。はい、何にもないんですよ、今日。あのテーマみたいなのがあって、うんうんうん、クッパ。クッパ、これクッパ大好きなんですよ。カルビクッパとか、うん、美味しいですよね。コムタンクッパとか、うんうん、好きなんですよ。スープの中にご飯が入ってる焼肉食えちゃないですか、うん、焼肉最後これ必ずクッパ食うなと思って、おー、あ、締めに焼肉の流儀、あ、焼肉じゃ狭いなということで、焼きほにゃららの流儀ということ。お、いいじゃないですか。いいですか、これで焼き丸々流儀ということですね。そうです。はい、例えばどういうメールですか？いや、もうもちろんあの焼き餅は焼きませんとかね。焼きもち焼かないでくれとかする。というわけで今日焼きもち焼くさとし君とお送りしていきま す。よろしくお願いします。いってらっしゃい。大好きよ、あなたと一つになれるのなら、こんな幸せはないわ。運命の人と炭塩食べたいな。すいません、炭塩さん、レモンマシマシでお願いします。すいません、外縁ください。というわけで、大塚愛の黒毛和牛上塩と、はい、まああちゃんは上しか食ったことないでしょうけどね。ナミタンなんてね、硬くて食えねえからな。俺は好き。すいません、いっぱい食べたことあります。ナミタンも、好きだけどね。大好き、はい、ということで今日はね、9月8日クッパーということで、うん、
クッパ大好きなんですよ。え、それはカルビクッパですか、野菜クッパですか。もう何でも食べますよ。コムタンクッパとか美味しい。ツルツルになりますから、お肌が。そうなんですか、うん、コムタン、あの白のやつ。白のやつ、はあ、食べたことないな。あれもう次にパンパンですよ。パンパンかも。やだ、逆に塩分、塩分でやだ。逆にむくむんじゃないですか。コラーゲンは取れてもね。でこれクッパ食べんなと思う、俺すげえ好きだなと思って、うんうん、クッパと焼肉だなと思って、焼肉これなーちゃん言ってたなーなんてことから、焼きなんちゃらでいいかなってことが今日このテーマですよ。じゃあ今日はみんなに焼き○○の流儀を送っていただきたいな。私も焼きまんじゅう屋をやってます。そうですよ ね、あの焼きまんじゅうの流儀はないですけどね。私ないですか。ないです、何も。え、だって、何もありません。いいくんさんから、いいくん、そう、焼きまんじゅうはもともと何も入ってないノーマルタイプが好きでしたが、うん、最近はあん入りも好きになってきました。どっちを食べるか迷った時に一口で両方味わえるミックスあるの、これ嬉しい。あれ私が考えたんですよ。あ、そうなんですね。あのね、あるおじいちゃんおばあちゃんがいて、うんうん、大好きまんじゅう好きでいつも頼むんだけど、うん、1本ずつあんこと普通のと残すんですよ。うん、おじいちゃんおばあちゃん食べられなくて、まあ 3,4 個は食べれないから、ね、でいつも包んでくれって言われたので、あ、これ一緒にしちゃえばいいなと思って、2個ずつにして、まあ、うちは儲かんないけど、それでいいなと思って出したんですよ。いやでもこれ本当にその通りで、私も行き先は焼きまんじゅういっぱいあるじゃないですか、うん、だけどミックスがなかったんですよ、うん、だからさとしさん家に初めてた時に、なんだここの家はと全部入ってる1本の串があるって。そうです、そうです、すごいいいなと思って、はい、しかも安い。でも全部俺だから全部まあ入れちゃうよ俺だから、うんうん、お客さんが「なんかいっぱいある」って言うと、じゃあ黒ごまあん1個、あんこ1個、うん、普通の2個でも OK とか、え、ごまごまあんこあんこでも OK とか。嘘、言えるんですか。言える言える。じゃあ今度言おう。どうにでもしてくださいって言うんです。どうにも好きにしてくださいっつって。最高。こだわり全く何もないんだし。最高じゃないですか。何でもどうにでもしてくださいって言いますよ。あ、そうですか、はい、今ね、あの素焼きで、はい、そうです、それも今ブームですもんね、皆さんの中でね。そうですね、意外と並ばれますね。うん、はい、なんかバターが、バーガリン、バターとバターそう分が持ってて、それをつけて、うわー、バター嫌いなくてね。いや、私好きなんですよ、パンとかにつけるのは。そうなの。そうなんです。難しい人ね、ほんとに。ステーキにバターが入ってるのはダメなんですよ。なんで。お肉バターはノーです。牛牛用だって、牛牛。あ、だから焼肉焼く前によく、焼肉っていうかステーキ焼く前に牛脂、牛脂、うん、あれはだから私ダメなんですよ。牛脂はだってバターじゃないよ、あれは。うん、でもなんかそういうのがダメなんですよ。そういうのがダメ。そう、はあ、分かった、みんな。あーちゃんとデートしたら牛脂ダメだよ。いや別にいいですよ。ダメだ、牛脂は。連れてっていただけるのであれば。牛脂は焼かないで食いなさい、もう。あれを、あーちゃんの名前の前に出てきたら男らしく、これはあーちゃん嫌なんだよね、バクッって。いや、その人とチューはしたくないです。だからもう牛脂がデレーって出して、どうですか、あーちゃんこれでっつって、かっこいい、でも気持ち悪いって言われて終わり。ああ、ちょっとなんか面倒くさい女みたいになるからやめてくださいよ。牛脂はさ、うん、あれ張り付かないようにやるんだ、あれ。ですよね、うん、ですよね。単勝って張り付くじゃん絶対。うん、最初にこう行くと、はい、ね。いやでも、うん、うん、ちゃんのこだわりはなんか必ずこれ頼みます、これ食べますみたいな。え、まず単勝でしょ最初は。そうですね、酒も飲まねえのに。はい。でも順番とかはないですけど、でも最近やっぱホルモン大好きだから。おっと、ホルモン大好き女。あれ、飲めないのにお酒を1個だけ頼むっていう。でチビチビと頑張って飲むっていう。甘いやつ、甘いやつ。あ、そうか、梅酒っていう。あ、いいですね、はい、ということで今日皆さんお待ちしておりますので、はい、焼きまるまるで皆さんメールください。牛脂、僕は8時22分だぜ。お送りしてるのは私、あんちゃんとリー、よう、ひろみです。リー、ひろみ、おはようございます。おはよう。おはよう。66歳だぜ。そうなんですか。さんまちゃんと同級生です。おー、66って若くない、あの二人。はあ、あの二人ね、66歳なんですか。66ですよ。いやー、まあ、さんまちゃんも郷ひろみさんもまあ若いね。ね、まあこの辺の66じゃないですけどね。まあそうですか、びっくりしたね。そうですよね、いやでもこの曲はだからか、チー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 。今日のテーマが、はい、クッパ。クッパじゃないですよ、クッパ。焼くというね、クッパの日です。クッパの日で焼くということで、はい、暑い。暑いよ今日は。今日寒いけどな。
でも、ね、やっぱ長袖着てると暑い。そっか、暑い。まだ30度来るからね、これから。明日とかね、来ますから。明後日とか暑いよ。いや、ついていけなくて、やっぱりこの気温差とかに私はもう結構体調崩してます。あら、やられてる。もう喉が。あら、はい、この時期はやっぱり。じゃあもう炭塩の、炭塩の油で喉クワーって塗ってば、あーっつってそういう時こそ牛脂じゃないですか、そういう時こそ。メリオもラジオネームキングヤスさんです。ヤスさん、皆さんおはからです。おはから。以前はおにぎりや焼いた餅に巻く焼き海苔はガスコンロでさっと両面を炙ってから使っていました。パリッとして香りも引き立ちますよね。でも IH コンロにしてから炙れなくなったのでやめました。直火である方法は母親がやってるのを見て覚えたのですが、今回調べてみるとフライパンやトースターを使ったり、どっちがいいか迷うくらい多くの炙り方やコツがあることを知りました。2枚重ねて焼くやり方、ザラついた方を先に焼く焼き方、ザラついた方だけを焼いた方がいい説などいろいろありました。 IH コンロユーザーだからといって諦めることはなかったんです。今度やってみようと思います。 IH だと焼けねえか。そうですね、確かに。そうだそうだ、もうできんのでもね、うん、フライパンとかでやるってことじゃないですか。温めてってこと。うん、ラジオネーム高崎なパパさんからですよ。サンマ食いて、焼き魚。もうサンマの、ね、食べ方にはこだわりがあるそうです、はい、まず大量の大根おろしと、はいはいはい、炊きたての白米は必須、はい、頭が中骨から外れないように気をつけながら、うん、内臓も含めて一口分の身を取ります、うん、大根おろしをたっぷりかけて口の中に放り込んで、すかさず美味しい飯。中骨に沿って箸を入れると綺麗に身が剥がれます。最終的に頭と中骨と尻尾だけになったサンマを見て、密かに自己満足に浸ります。PS、サトシさんへ。うなぎのタレで焼きまんじゅうを焼いたら美味しそうじゃないですか。いつか試してみてください。わかりました。もう早速明日やります。ほど力。焼きまんじゅうをこう潰して、ちょっとこうぺったんこにしてね。ちょっとやってみようかな。深谷さんからもね、焼き魚はやっぱりこれからのサンマでしょうと。今でもサンマ取れなくなっちゃってんだよな。ね、そう、今年も結構あれみたいですよ。あと焼きそばはいろんな種類や味が出ていますけど、カレー味の焼きそばが美味しい。何、カレー味の焼きそばって。カレーが入ってるんです。カレー粉とかカレーの味がするんです。え、美味しそう。俺前焼きそばの上にカレーかけてきたことある。全然もう美味しいですか。全然美味しかったよ。それ美味しそう。全然平気。あと焼き鳥はタレで七味唐辛子をかけます。ああ、美味しいね。ああ、なるほどね、うん、酒飲んでる時はしようかな、俺。あ、意外、タレじゃないんですか。お酒飲んでる時はしよう。あ、そうなんだ。で、次の日顔パンパンになっちゃってむくみマックスでそして酒太郎さんでございます。おさとし、おはようと。おはよう。上司の種馬だろっつって、うるせえ。それ昨日ね、読んだよ。ね、ほんとね、うん、上州のぼっち女王、五徳市協会会長、急ぎおはよう。伊坂くんだよ、それは。役なんと今日の色男にぴったり、めったにないこと。どういうこと、何、どういうこと。わかんない。とりあえず昨日というか今日のサッカーの解説、燃えるような情熱で、はい、もうしました。お、お疲れ様でした。はい、タケちゃん意外と料理するからね、タケさん。そうだよね、年中料理してるから。そうだよね、タケちゃんね、上手。はい、テツランタさんです。テツランタさん、今日も曇りがちなお天気で、思ったように脂肪酸の匂いのする布団を干せますこれね、やだよね、これ前読んだけど。はい、言ってたよね。ちょっとやだ。突然ですが、焼き松茸を食べたのっていつですか。焼き松茸、これね、俺食ったことあんのかな。リッチあるわ。じゃあ、うん、1回だけあるかな。そう、あれは多分松茸だったよ。え、松茸か何かわからない、分かってない多分あれは松茸だった。私はもう昔すぎて思い出せない。でも私が子供の頃、松茸は今のようにお高いものではなく、ごく普通の食べ物でした。え、手伝ってさんっておいくつなんすかねえ。トゥーパップさんと同世代だって言ってたよ。あ、そう、そうだった。ご近所に山を持っているお宅があり、松茸がたくさん入ってたと、うんうん、箱でもらってたと。焼き松茸、土瓶蒸し、お吸い物、なんとか食べようとするんですけど、もともと香りの強い野菜が好きではなかったので、恒例のイベントは苦痛でした。そうでしょ、これを苦痛なの。タイムマシーンがあるなら、当時の自分に今のうち食っとけって言いたい。本当だよ。確かに若い時ってこう香りが強いものってあまりこう好まないじゃないですか。あんまりね、こう、あ、じゃあ大人になってから食べられたもんって何がありますか。高菜。出た、出ました。明太子。あ、
ちゃんなんかいっぱいあります。じゃあ焼き明太子と普通の生の明太子どっちが好き？あ、焼き明太子食べたことないかも。え、焼きたらこはある。あ、そう。うん、もうどっちでも大丈夫。うん、あ、そうですか。多分焼き明太子ってどういう味するんですか？焼いた明太子の味するそうか。いやでも私福岡で行った時に、はい、福岡のご飯屋さんがあってご飯しか出してくれないところがあるんですよ。でおかずが明太子っていうお店があるんですよ。だけもう白米と明太子っていう専門店があって、それ食べた時はめちゃくちゃ美味しかった。美味しいんだ。いやもうレベルが違う。あ、これだけかって思わなかったんだ。思わないです。え、じゃあ明太子とご飯だけ食えってこと？はい。他なんもないの？なかった。え、だしのこうお茶漬けにしてるとかないの？あ、なかったと思います。すげえ店。超美味しかった。さすが福岡って思いながら。福岡って福岡ウィー。さあ次は何の曲からスタートなんでしょう。楽しみです。猫が歌っております。どんな様、どんな様というわけでホットスタッフでお送りしていきます。いいね、ホットホット。時刻は8時42分。おはようまいましからお送りしております。今日もホットホット、あーちゃんこと磯木彩香と、今日もポポポポルパン三世栗田寛一です。よろしくお願いします。二代目ということでね、そうですか、お送りしていきますが、はい、今日はね、皆さんから焼きということで、ラジオネーム、はい、アットフェムさんから、はい、さんにあるみたいです。なんでございましょう。焼きマンデーあん入り260円、はい、放送の流儀は毎週月曜日にさとしさんが楽しくやることだと思いますが、はいはい、260円はどういう意味なんでしょうか。これ気になる。前の、この MWAVE のスタッフさんが焼きマンデーなんかちょっとつけません？なんか下にって言われて、うんうんうん、なんかその時実はうちあんこ入りが260円だったんですよ。なるほど。今300円なんですけど、はいはい、変えたいんですよ。もうちょっと今これ嘘言ってしまってるので、焼きマンデーあん入り300円に日生ちょっと逆にもここ消してなんか違うのにしたいんですけど、なぜか面白すぎる。もう5、6年もっと前だな、もう、うん、そうなんですよ。そうなんだね。でやめたいんですよ。ちょっとそもそも消してもらえませんか。面白すぎる。ああ、じゃああーちゃん番組ガイドいつもお伝えするんですよ。ああ、この後はって。ああ、じゃあそこ言わなくていいです。言わなくていいです。焼きマンデーって言ってくれればそれでいいです。過去は260円。やめて。でそこをちょっと言われるとね、あ、嘘言ってるっていつも思っちゃうんです。ああ、イーさんからなんですけど、はい、焼きまんじゅうは必ず一口を、あ、一個を一口で食べます。なぜなら口の周りを汚したくないからです。焼きまんじゅう屋の店主さん、これって正解ですか？いや、なかなかあれ一口で食べる人いないんですよ、やっぱり。おお。やっぱりね、顎外れちゃいますから。そう。あと大きさにもよるよね。まあ確かにね、うん、うちだって大きい時もあるし、ちょっとちっちゃい時もあるし、うん、あ、そうなんですか。ありますよ、ありますよ。いやいや、大体決まってるけど、うん、やっぱほらね、そういう天候とか生地とか、ね、とか仕込むとかめんどくさいんだよ、うんうん、大きくなっちゃう時もあるんだよ。なるほどね。嘘入らない。え、でもあーちゃん一口で食べたい。無理無理無理。あーちゃんなんかそんなね、そんなね、100円玉1個しか入らないようなね、そんな無理無理全然。100円玉1個だってモスとか食えないでしょ。モスバーガーとか食べれますよ。ガブって噛めないでしょ。あー、まあそうでしょ。でもそれを全部分解して食べるじゃん。分解してこうやって上からパコってやって、上だけ食べて、次パテされてみたいな。で最後、あ、何も乗ってないバンズだななんて、そういう感じじゃん。しません。嘘でしょ。醍醐味ですよ、大きな口でワンって食べるのが、うん、今食えないようなじゃんじゃん、なんか30センチぐらいのとか。あ、どうすんのこれって思うんだけど。この間初めてビッグマックを食べました、うん、おー、生まれて初めて。でかいよね。でも大きかったです。でもこれを一口でいきたいって思って。潰すのギュって。いや、潰さないで頑張って。無理でしょ。無理だった。無理だよ、あんなの。目までいっちゃうじゃん、あちゃんなんか。目までどんだけ。上まぶたで、まあいいや。
次行きますか。あ、まだまだ焼きまんじゅメールが来てますから。何の曲ですかこれは。俺と同級生です。ほっと西川くんです。なるほど、同級生西川くん。ホットリミット踊ってる。ネジネジしてるよ、はい、ハワイのママちゃんね。ママちゃん、ママは田中屋さんの焼きまんじゅうが一番大好きだって。ありがとう。もちもちの柔らかさの大きさとあんこと味噌だれが素晴らしいマッチしていますよ。サプシ様これからも頑張ってくださいねっていうメールとね、深澤グレートさんからも焼きまんじゅうは田中屋で食べますということで、昨日仕事が休みだったので田中屋を目指してゴー。私新米の前橋人のため田中屋さんは初めて。前橋田中屋で検索したら3件ほどヒット、はい、どの田中屋さんがサプシさんのお店かわからず全部サトシさんが経営してるお店なんですか。とりあえず行った2軒目のお店でお会いしたご主人がサトシさんに声が似たような気がしていました。言ってよ。もしそうならば最高にうまかったです。言ってよ。ちょっと濃いめのしっかりした味付けでタレがたくさんかかってて最後までしっとりしたそばが食べれました。あんなしとあん入りのミックスを食べて、あん入りは初めてでしたがこれもなかなかいけますね。店内にサッカーとバスケ関連のものがあったので間違いないですよね帰る時はいらっしゃらずお声掛けできませんでしたけど。言ってよ。本当美味しかった。ごちそうさま。いや、なんか分かった。分かりましたなんとなく言ってよ、もう言ったみたいですよ。言ってよ言ってよ、もう。じゃあもうここにおでこに書いて、スカッチザグレードって書いてきて。じゃあもうないもう最高。というわけでたくさん皆さんからの焼きまんじゅうメールいただきました。もうそう、これが一番嫌なの、言ってくんないのが。だからあーちゃんのさ、ファンの人たちもさ、うん、田中屋行っても言わないって言ってたもん。なんで言わないの。言う人と言わない人がいるか。もういや、もう温まったもうなんか服のこの乳首とか出しようかな、丸って書いてダメ。何この人って。ダメちょっと笑わせようかな、最初喋りかけやすいの。No! 捕まっちゃいますからね。ではメールお願いしますよ。太っちょ軸川志郎です。おー、軸川志さんね。なんか今日なんかだな。どうしたの。日焼けを気にするなんて男らしくないと思い、全く日焼けを気にせず生きてきた。うん、日焼けしてるイメージなくない、あんまり。ない、白いイメージ。白い、うん、アラフォーの丸いおっさんが真っ黒なのも不自然かなと思い、去年初めて日焼け止めクリームを買ってしまいました。泣けた気がしますと。男の人は焼いてっていいよ。塗ったことない、これ日焼け止め。いいじゃないですか。一回もない。お、買ったこともないし塗ったこともない。かっこいいですよ。ゴルフとか行くと死ぬよ、焼けちゃって。そっか。でもね、俺意外と焼けてもすぐ戻るのよ。スポシさんって確かに白と黒の中間って感じしますもんね。なんかね、ほんとすぐ戻っちゃうの。なんでか知ってる。わかんない。多分トマトジュースを飲んでるからなんだよ。だと思うんだよ俺は。それですか。トマトジュースって肌を白くする作用すごいらしいの。え、そうなんですか。え、もっと早く言ってくださいよ。すごいらしいのよ。で俺ね、昔ほんと黒くなって、あの結構黒かったんですけど、やっぱあの20代後半から、うん、トマトジュースを1日 500ml ぐらい飲んでから、うん、海とかプール行ってブワーって焼けるんだけど、うん、ゴルフとか行ってね、うん、ほんとすぐ白くなるの。戻るの。で肌もあんまむけないの。トマトジュースがいいんだ。いいんだってって言ってたよ、なんか書いてあった。あ、それかなってちょっと思った。うわ、来年は絶対飲もう。なんで急に。だって私、白、原田を白くするためにすごい。原田を白く。原田を白くする。マスクじゃないですよ。肌を白くするためにもう必死。いや。今年はまあ外に出ることはね、野外ステージが少なかったから。まあ、はっちゃん出るからな外。もうインドの人ですかとかベトナムの方ですかって言われるぐらいなんですよ、私は。そうですか。いやー、でも全然いいと思う。で俺は好きだよ。俺は全然好きよ。え、本当ですか。全然好き。俺ちょっとやこれやばいな。え、何ですか。え、水着の日焼けとか最高。なんか太田さん書いてなかったですか、下の方に。下の方に何なんか女性の。余談ですが、女性の水着の日焼けの後あまり好きじゃないので、海でのナンパものは借りません。バカ野郎。DVD なんですかお前。俺好きなんだ。分かれるんだ。嫌いじゃない。あ、そうなんですか。そのなんかちょっとなんだろうね、お尻が真っ白で他がちょっと黒いのか、あの嫌いじゃない。嫌いじゃないですか。嫌いじゃない。あ、よかった。嫌いじゃないです。私も脱ぐと本当白と黒みたいだったんですよ。夏は水着で踊ってるじゃないですかって。いやでも衣装とかがもうガンガン出ちゃってるじゃないですか、うん、水着じゃないけどなんていうの。そんな焼ける。焼けるんですよ。もうこの肩下と肩上首とか全然違くて、腕と。
よ。びっくりするんですよ、お風呂入るときに。いいよ。小学生みたいな。いやいや、小学生、小学生のプール上がりみたいな。はいはいはい、みんなそうなんです。嫌いじゃないですね。おお。私は嫌い。でも太田さん嫌いみたいなんで。じゃあそういうものは借りたいらしいですよ。いじけよ。海物は。海物は嫌い。じゃあ何、あなたはどういうものを借りるんだ。いいです、その答えは、ね、あなたの借りてるものは全部あのツイッターとかでいいねすると全部見えるからな。すぐ検索して、俺太っちゃん声が好きなんだな、あこういう顔が好きなんだ、あこういうのが好きなんだなみたいなね、まあ、はい、わかりますもん全部。それ多分気づいてないんですよね、みんないいねすると出てきちゃうって。私もお仕事関係ですごいいつもきちんとしてるおじさんがいるんですよ。きちんとしてるおじさんがいるんですよ。いつも本当にすごい凛々しくて立派なおじさんがいて、その人やっぱりいいねしてるのが出てきちゃって、そういうやっぱりおっぱいがボインみたいな。本当に好きなんだよ。だから知ってるのかなって、いいねしたら出ちゃうってことが。みんな好きなんだよ。そっか、まあそのギャップが良かったりしますけどね、はいはい、どうぞ。みんなエロいな本当に、はい。あれれ、あれれさんです。あーちゃん。何？あーちゃん推しだったファンが、もしも他のメンバーに推し変したら、うんうん、やきもち焼いちゃうの？焼く焼く。焼く焼く。焼きもち焼きですか、さとしさん。俺生もち好きですね。何ですか？俺はあの焼くよりも生のもちが、やっぱついたすぐパクッと食べるのが美味しいですよね、やっぱね。生々しくてやだ。なんならこの、つく前の、あの何、いや本当に俺つく前の米超うまいよ。生あのもち米をそのせいろからガボって取って食べる超。そっちの焼き餅聞いてません。そっちの焼き餅じゃないです。どういうこと？さぞかしいろんな女性の方と触れ合ってきたあなたには違う焼き餅の方を聞いているんです。どういうこと？まあいろんな人に焼き餅焼かせてきたタイプでしょうね。若い頃はそういうの焼き餅焼いたり焼かれたりとかするのはいいけど、うん、全く嫌ですね。え、奥さんに焼き餅焼かないんですか？今奥様が違う男性とご飯に行く。行ってますよ。行ってます。ちょっと話がか、え、焼き餅焼かないんですか？全く。それ多分焼いてほしいから言ってるんですよ。そんなやついるだって。いや全然どうぞ好きなように。絶対そうですよ。どうぞ好きにしてください。冬なんかスノボなんかね、いつも違う男性の方といつもいろんな行ってるんですか？いや、それ焼き餅焼かないんですか？もうどうぞ。多分焼いてほしいんですよ。だから行くんだよ。そんなわけないね。今度一言言ってみてくださいよ、うん、男いるんかいって。それよく言われます。あ、女いるんかいって。いやもうめんどくさいよ、もうなんかもう。そっか、もうその域になるんだな。だって一人暮らししたいんだもん。そうか、夢は一人暮らしだった。いや、そっか、はい、やる焼き餅焼く焼かないってのはめんどくさい。いやでも若い時は焼いた方がいいよ。あ、本当ですか？若い時は絶対あの焼き餅を焼いて焼かれたりした方がいいと思いますよ。確かに焼きたいな。うん、うん、焼きたいし焼かれてみたいな、うん、あーちゃんね。はい、うん、だんだん、はい、ね、めんどくさくなって最後は男の人は気をつけてくださいよ。みんな私の同級生みんな今煙たがられてますから ね、 なんかそういう風に現実を言わないでくださいよ。怖くなるじゃないですか。今後女子から、うん、あーちゃんは大丈夫ですよ。あーちゃん何言ってんすか。ダメです。なんかもうこの先怖くなってきました、生きていくのも。なんでだよ、その急にそんな、こんなラジオ生放送で相談すんなよ、そんな。だって佐藤さんがそういうこと言うから、これがリアルなのかなって。女子の方が、ね、あーちゃんモテるから平気だよ。モテません。めっちゃ上がれるんですよ、男に。いや、そういう人生でありたいです。なんだよ、この間あの、うん、ファンにウインクとかしてんだよ。なんだよ、俺にもしねえくせにとかって絶対言われるから大丈夫。そしたらウインクしてあげる。うん、両目つぶってやれ。おもろ。それバンブスさんです。なんじゃこれ。元気があれば何でも俺言う。私は焼肉屋さんへ行っても焼肉を食べません。そんな人いる。ちょっとわかる。基本的に生肉が大好きなので、うんうん、焼肉屋さんではレバ刺しと生ビールしか頼みません。だからレバ刺しが食べられなくなってからは一人で行きませんと。確かに私も、左の足はレバ刺し、右の足は、ユッケでできておりますぐらい食ってました。私も以前は一人で焼肉屋さんへ行き、レバ刺し、キムチ、生ビール、締めは冷麺と決まっていました。うん、網が一切汚れない。お店のスタッフには楽な客だったと思います。すげえ。オフ会で焼肉屋に行った時だけは他のメンバーに合わせて焼いた肉を食べたけども、うん、一人で行った時は食べません。生肉専門です。今はレバ刺しが食べられないので、かつて赤木団がテレビ CM に出ていたこんにゃくパークのレバ刺しとこんにゃくを食べていました。お
再現度半端ないですよっていう。そうなんだ。ツーパンプさん実はですね、今レバ刺しは食べられませんけども、うん、生ハムのレバ刺しがあるんですよ。何それ。馬刺しの。あ、でも今レバ刺しは馬刺しなんですよ。はあはあはあ、確かにメニューに書いてある。超うまいですよ。ほぼあのユッケですよ。あ、そうなんですか。ユッケ、うわ今食べたくない。どうちゃん食えるの、うん、ユッケとか。あ、食べれます。あ、今あの某チャーシェン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 とかで、はい、あのあります。共犯で言っちゃった今ありますよ。すごいよ、美味しい。食べましたよ。美味しいよ。1ヶ月2ヶ月前なんか馬刺しはいいみたいね。美味しかった。はい、ほぼ一緒でしょうね。あ、じゃあレバ刺しは、あんま違いが分かんないんだよね。そうだよね。なんかどれも一緒みたいな、ね、あの生肉はどれも一緒。そうだよね。じゃあ食べられないんだ。食べれる。あ、食べれるんだ。食べれると思う。本当、うん、今でも食えなくけどね、今ね。はい、そうですよね。トゥーパンプさんにじゃあ、業務連絡です。お、田中屋に来てください。え、以上です。あるの？いや、うちでレバ刺し出したらダメでしょ。うちでレバ刺し出したらダメでしょ。そんなふうに言うからさ。はい、教えます。ルルちゃん。ルルちゃん。あ、ルルちゃん。ルルちゃん。あ、白鳥女さんだ、すいません。あ、なんだ、白鳥女さん。今日のメールのテーマは焼きまるまるの流儀。はい。お白鳥。白鳥。夜になるとこんばん白鳥よ。やだ。焼きといえば第1第3月曜日の7時から放送している焼きマンデーあん入り260円。私の流儀はスポーツにあまり関係のない下ネタのメールばかりを送っているの。白鳥女のラジオネームが呼ばれると恐れられているのか空気感が違うのよねとね。昔こたつで横になりながらタバコを吸っていたら寝落ち、こたつの掛け布団にタバコの火種がつき大穴を開けてしまって、母にこっぴどく、ガチになったらどうするんだって怒られたわ。寝タバコは注意 よ。作業着も何度か燃やしてしまったの。危ないよ。化学繊維だからよく燃えるのよ。防寒着の股間のあたりに丸く穴が開いてるのよ。はあ、恥ずかしい。乳首のあたりに丸く穴を開けようかしらね。何を読ませてるのよ。同じじゃん俺と。俺も開ける開けるよ。開けないでよ。焼きながら開ける。何が開けるよ。それバカだね。ああ、よかった。終わりが近づいて。気をつけてね。あ、じゃあ赤木の焼きとうもろこし。うん。美味しいですよね。終わっちゃったよね。もう終わりでしょ、多分。シーズンが。そうなんですよ。俺もね、ゴルフ行った帰り食べた。食べるんですね。食べた。でも、歯にね。まあ、ね。全部ね、挟まっちゃってね。でも美味しいですよね。美味しいですね。でも今年はお家で焼くとうもろこし食べましたから。うちね、たまに送ってもらってくると、うちあの饅頭の焼くあれで焼くんですよ。美味しいですよ。食べたい、はい、じゃあ今度はとうもろこし持ってきます。味噌つけたこともあるよ俺。絶対美味しい。美味しくないですよ。甘い、焼き饅頭になっちゃうんだよね。ああ、そっか。やっぱ醤油が美味しいです。やっぱ醤油がうまい。そっかそっか。でもこれからは焼くものが増えると思いますけど。そうなんですよ。赤城山大噴火さんは焼肉は一人焼肉だよっていうね。今ねライフとかあるからね。あ、そうだよね、前橋にはね、うん、カルピスさんからね、焼肉とかけまして小室ファミリー届きます。その心はアミがいるでしょう。おお、アミちゃん。うまいね、上手、ね、ありがとうございます、はい、まあじゃあね、焼き芋、焼き芋好きなんでしょ。焼き芋大好き。俺食わねえなー、今すごい売ってるけどね。レベル高いですよ。あの今お芋屋さんっていうお店がたくさんある専門店があるよね。あります、はい、たまったもんじゃない。美味しい。もう行きたいわ。アフトンチョさん、もうお金使わなきゃどうしようもないよこれ。いや、トンチョさんに言ってるわけじゃないからやめてください。いろんなもん買ってこなきゃいけない。さっきツイッター出てましたよ。嘘、スズランこれですかって早速はい、こらこら、ソフトクリームは溶かせないのね。こらこら、気をつけてください。そう、というわけで担当はあちゃんとさとしでした。また明日お会いしましょう。さよなら。じゃあねー。バイバイ。